はい、どうも皆さんこんにちは、ラオ先生です。さあ今回はね、 B 動詞の否定文ね、この書き方を一緒にやっていこうと思いますね。英語で否定の文章を書くと初めて習うよね。そう、今までもみんなね、小学生だった頃、今日は遊びに行けないんだよねとかね、ここあなたは私の友達ではないとかね、そう、そういう風な否定のやり方をね、ずっと日本語でも言ってきたと思います。英語でも否定の仕方っていうのは、一つ、たった一つのルール守ってあげれば簡単に書くことができるんですね。一緒に否定のやり方学んでいきましょう。いきますよ、レッツスタディ。さあまずは前回の復習ですね。この一番上の文章、あなたは私の友達です。でこれをちょっと英語の文章にしてみてくださいね。できそうな人は一回動画を止めて解いてみてくださいね。さあ英語の文章を書くときに一番最初に書くべきなのは何でしたかとね、これはもう前回前々回の授業って言ってるよね。そう、主語から書いていかなきゃいけない。今回の主語はあなただったよね。そうだから、あなたっていうのは英語でなんて書くかっていうと、 You という風にして書いたよねと、そういう風にして習いましたね。はい、そして今回 B 動詞なんだね。 You に対応する B 動詞って何でしたかね。これは You are だから、 are っていう B 動詞が来るんだねと、こういう風にして習ったよね。そう、そして私の友達というのを書いてあげなきゃいけない。私のっていうのは、ね、前回の進出単語でも出てきたよね、 my。 そして友達っていうのは friend っていう風にして言ったよねと、そう、こういう風にして綴りもしっかり合わせてね、書いてあげるようにしてください。でこの単語それぞれ何これ分かんないっていう人はね、あの概要欄に熟的あるので、 その熟的を見てもらうと、あの新しいね、進出単語が出てきているので、そっちも合わせて確認してみてください。さあ前回の復習はね、こういう風にして B 動詞の肯定文、この書き方を習ったと思うんだけれども、今回こっちですね。この B 動詞の文章を否定していこうよ、そういう風なお話なんです。で否定文にするためには、実はね、めちゃめちゃ簡単に否定ができるんですよね。これはじゃあどういう風にして否定にするのか、早速やっていきましょう。これはね、この文前の文章を見てもらって、その後にこっち否定形の文章を見てもらうとすごいわかると思うんだけど、これさ、黒のところって全く同じ文章なの、わかる？そうなんです。だから英語の文章もこちらの上の文章とほとんど変わらない。じゃあどれが変わらないのかっていうと、まず主語は変わらないよね。そう、あなたはっていう、だから主語を最初に書いてあげるっていうのは全く一緒なんです。そしてね、 B 動詞、これもね、そのまんま書いてあげるんですね。そして、まあ、みんなノートにね、これを書いてると思うんだけれども、このね、 B 動詞の後ろちょっとね、開けてください、スペースをね。そしてここちょっとスペースを開けてあげて、私の友達っていうのも上にもまた書いてあるよね。下にも書いてあるから、あ、これもそのまま書いてあげればいいなとね。 My friend っていう風にして書いてあげる。じゃあ今ここね、スペースを開けてもらったと思うんだけれども、じゃあここにイチゴだけ入れてあげれば、これも否定文にすることができるんですよね。じゃあこれ何を入れてあげればいいか、これを入れてあげてください。はい、こちらです。 not を入れてあげればいいんだよと。でこの not っていうこの一語だけ書くことでね、これ否定形にできちゃうんですよ。めちゃめちゃ簡単じゃない。そうなんですよ。だからつまりこの肯定文、普通の文章を否定してあげるときは、 B 動詞の後ろに not を書いてあげれば簡単に否定することができるんだよ。そういう風にして覚えちゃってください、ね、あとはもう全部一緒と、ね、めちゃめちゃ簡単なんだよね。そう、じゃあ否定形っていうのはどういう種類があるのか、ね、この1番から4番、ここに、ね、ちょっと書いていこうと思うので、みんなも一緒に書いていきましょう。はい、こちらですね。まあ、前回のそのね、 B 動詞の文章の書き方っていうので、 B 動詞の種類っていうのは3種類あるよ、そういう風にして学んだよね。そう、ここ I に対応する B 動詞は am ですよと、そして You に対応する B 動詞は are ですよと、そしてそれ以外が主語に来た時は is ですよと、そういう風にして学んだよね。そう、この am と are と is、 この3種類に対してそれぞれ not をつけてあげる、この B 動詞の真後ろに not をつけてあげる、これをするだけで全部否定の文章を書くことができるんですよ。でそういう風なお話なんです。でその時にこのね、 not 1語付け加えるのにもちょっとね、やっぱね、この not 1語を別で書くのっていうのはちょっとめんどくさいな、そういう風にしてね、アメリカ人とかイギリス人思うんですよ
ね、わざわざ1語つけるのめんどくさいな、だったら省略しちゃおうぜっていう風にして、否定の文章を省略した書き方っていうのもそれぞれあるんですよ。で、今回次はそれを学んでいこうと思います。じゃあこれ否定文を省略した形、これはどういう風にして書くのかなというと、じゃあまず丸1番からいこうと思います。丸1番どういう風に省略するのかというと、はい、こういう風にして省略しますね。これ I am っていうのをキュッと1語でまとめて I'm っていう風にして省略します。で、じゃあどうやって省略するのかというと、ここにさ、上のところにちょっとなんか小さな点があるのわかるかな、これね。そう、この点アポストロフィーという風にして言って、これ省略しているよっていう風な記号になるんです。そうで、 I の後ろにアポストロフィーを打ってあげて、そして M、 だから A が省略されてるんだね。そう、 M っていうのを書いてあげると、これ I am って今まで2語で書かなきゃいけなかったものが1語で書けるようになるんだよ。で、そういう風なお話なんです。で、こういう風にね、2番3番4番それぞれであるので、これちょっと書いていこうと思います。はい、こちらですね。こういう風にして省略することができるんだよ。で、ちょっとね、2番見てほしいんだけど、これ2番ね、2種類の省略の仕方があるんですよとね。それでこれどことどこを省略しているのかなっていうの、その省略する場所によってね、やっぱね、ちょっと違ったりするんですよ。で、ちょっと見ていこうと思うんだけど、この上の文章 You are not、 この You are っていうのは You と Are が省略されたものなんだねとね。ここにアポストロフィーがついてるよね。そう、これも A が省略されているんだよと。そして Not っていうのを書いてあげて、2語で表すことができるんだよ。もともと3語だったものをね、2語で表すことができるんだよと。で、こっち見て下ね、これってどことどこが省略されてると思う？で、これって Are と Not が省略されてんだよね。そう、ここを省略することもできるんだと。 Are と Not 省略して Aren't という風にしております。 Aren't、 じゃあどこを省略してるのかというと、この Not の O が省略されてるんだよねと。そう、ここにアポストロフィーをつけてあげて You aren't、 そういう風にして省略ができるんだよとね。これ2種類覚えておきましょう。そしてじゃあ丸3番、これもなんだよね。これも2種類あるとね。 He と Is を省略して His not っていう風にして省略するやり方、それから Is と Not を省略して He isn't、 そういう風にして省略するやり方ね、2つあるんですよ。で、 She も一緒だよね。 She's not っていうのと She isn't、 この2つの省略の仕方があるんだよとね。じゃあどっちを使っていけばいいのか、どっちを使うのがこう英語的にね、自然になるのかね、そういうふうなことを言っていこうと思うんだけど、まずこの You are not に関しては、みんなはこっち下の方を使っていきましょう。 Are と Not を省略して Aren't、 You aren't、 そっちをね、使ってあげた方がまあオーソドックスかな。もちろんね、こっちを使ってあげてもいいのよ。こっちを使ってももちろん正解なんだけど、まあこっちを使っている人の方が多いかなというふうなイメージです。そして3番4番、これに関してはどちらも下です。Is と Not を省略して Isn't、 でそういうふうにしてね、もうみんなは覚えてしまいましょう。で、そうすると何がいいかっていうと、 Is ってそれ以外、 I と You 以外の場合はいつも Is を使うよっていう風にして言ったよね。そう、 Isn't ってこれ使う場面たくさんあるんですよ。そうだから、これあのたくさんね、その主語がどんな形になったとしても、 I と You 以外だったらどんな時でも Is だから、だったらそのいつも使う Is に Not をつけた場合はそれを省略してあげた方がいつでも使えるよね。そうだから is と not っていうのを1語で省略して isn't っていう風にしてね、こっちで覚えてもらえるとすごいいいと思います。ただしこの丸1番ね、この丸1番、じゃあ am と not って省略できないんですかね、 I amn't っていう風にできないのかなっていうと、これできないんですね。ここだけはすごく例外なんだよ。ここだけは I と am だけこのね、省略する形しかないんだよ。それはね、必ず覚えていってください。はい、そういう風にしてね、否定形っていうのを省略することができるんだよ、そういう風なお話です。さあ、今回の授業のまとめです、ね、ここのホワイトボードに改めて書くことはないんだけれども、今から説明するので必ず理解してください。普通の文章を否定形にするときは B 動詞の後ろに not をつける、 B 動詞の後ろに not をつける、これはね、必ず覚えておきましょう。そして省略するときはこのパターンがあるんだよ。 I のときだけは I と am で省略をしてください。それ以外は B 動詞と Not を省略してあげればいいんだよ、そういう風なお話なんですね。
はい、もうね、否定文のこの授業はもうこれで終了ですね。めちゃめちゃ簡単だよね。はい、じゃあこれらを使ってね、演習問題解いていこうと思います。黒板変わります。さあ、今回の演習問題がこちらですね。次の英文をそれぞれ否定文に書き換えてってください。そういう風なお話だね。はい、1番から4番まで全部で4題あります。これから5秒間問題を見せていくので、ぜひ解けそうな人はね、今動画を止めて解いてみてください。で、下にね、概要欄あると思うんだけど、その概要欄に塾的あるよね。そう、塾的の中にね、書いてある問題と全く同じ問題載っているので、塾的がね、ダウンロードできる人はそっちをね、ダウンロードして解いてもらっても大丈夫です。さあ、それではやっていきましょう。それではどうぞ。さあ、それではね、解説していこうと思います。否定文に書き換えるときは B 動詞の後ろに not をつけるだけ。そういう風にしてね、さっき言ったよね。はい、だからもう全部一緒です。めちゃめちゃ簡単です。やっていきましょう。まず一番最初、 I am a music teacher。 これね、ちょっと和訳してみると、私っていうのは音楽の先生です、という風なね、意味なんだよね。そう、音楽、先生、それぞれの単語は覚えていきましょう。さあ、じゃあこれを否定文に書き換えてあげるとどうなるのか。主語っていうのはそのまんま、 B 動詞もそのまんま、そして B 動詞が来たからこの後ろに not をつけてあげる。だから I am not っていう風にしてなるんだね。そして、音楽の先生ですっていうのはそのまま書いてあげればいいから、 I am not a music teacher、 そういう風にしてなるんだね、と。これ必ず覚えておきましょう。そして、これ、じゃあ省略形をね、ちょっと書いてみようと。今ね、書けそうな人はちょっと書いてみてください。で、じゃあ省略形はどういう風にして書くのかというと、 I am not、 これは I と am を省略して I'm という風にして省略ができたんだね、と。 am と not は省略ができないんだったよね。これは覚えておきましょう。さあ、続いて丸2番です。これは I am from America、 これはじゃあまず和訳をね、さらってやっていこう。これは最初、私はアメリカから来ました、と。つまりアメリカ出身ですっていう風なお話だね。はい、じゃあこれを否定形に直していきましょう。私はアメリカ出身じゃないぞ、とね。そういう風にしてやってみると、主語はそのまま書いてあげる、動詞もそのまま書いてあげる、 B 動詞が来たらその後ろに not をつけてあげる、そして from America はそのまま書いてあげればいいから、そのまま移していきましょう。はい、そしてじゃあ省略形ね、書けそうな人は書いてみてくださいね。これはもう上と一緒だね。そう、 I am not、 どこを省略するのかというと、 I と am を省略してあげて I'm という風にして省略できたね、とね。 am と not は省略できない。はい、そういう風に押して覚えておきましょう。さあ、続いて丸3番です。 You are Mr. Brown、 これはね、これ規定形やっていこうと思うんだけど、まず意味は、あなたっていうのはミスター・ブラウンさんです。で、このミスターっていうのはね、これね、男の人っていうのを表すので、これね、覚えておきましょう。ちなみに、女の人っていうのは、ミスというふうにして言うからね、ミスコンとかね、みんな聞いたことあるかな。ね、綺麗な人を決めるミスコンとかあるんだけど、ミスコンテストね。そう、そのミスっていうのはこれ女の人って意味。ミスターっていうのはこれ男の人の意味。だから今回、男のブラウンだよっていうふうにね、ブラウンさんだよっていうふうな意味になります。で、これをじゃあ否定形にしていくと、まず主語は全く一緒だね。それに対応する B 動詞も全く一緒だね。あ、B 動詞が来たからその後ろに not をつけてあげればいいね。そして Mr. Brown という風にして書いてあげればいいね。はい、じゃあこれもね、省略していきましょうね。省略するとどうなるのか、書けそうな人は書いてみてください。はい、で、じゃあどこを省略すればいいかというとね、You と Are、 これを省略してもいいし、 Are と not、 これを省略してもいいんだよね、と。ね、だけど先生はこれ Are と Not を省略します。だから Aren't という風にしてね、こう書いてあげてください。ちなみにね、 You と Are を省略すると Your っていう風にしてなるので、こういう風にね、省略してもらっても大丈夫ですね。はい、じゃあ続いて丸4番いきましょう。 You are my uncle ね、これちょっとね、みんな和訳してみてください。日本語に直せますかね。こちらアンクルってなんだとね、これみんな思った人多いと思うんだけど、これね、塾的の中に進出単語、それ見てもらったら分かると思います。これはおじという風な意味だね。そう、おじさん、そういう風にしてみます。だからあなたは私のおじです、そういう風にしてね、言ってあげてください。はい、じゃあこれをね、否定文に直していこうと思うんだけど、否定文にすると主語はそのまま書いてあげればいい、動詞もそのまま書いてあげればいいね。はい、動詞が出てきたからその後ろに not をつけてあげる、そして my uncle っていうのはそのままね、写してあげればいいね。はい、こういう風になります。じゃあ省略形はね、こう You と Are を省略するか、 Are と Not を省略するか、どっちかだよね。 Are と Not を省略すると Aren't という風にして訳すことができます。で、こっちの方がおすすめですよ。さあ、続いて問いの2番いきましょう。問いの2番の問題がこちらです。
はい、続いての問題がこちらになりますね。括弧1番括弧2番括弧3番と少しやることは多いんだけれども、このそれぞれにね、この丸1から丸3の問題を答えていってください。これからね、これも5秒間時間をあげるので、ぜひ解けそうな人はね、動画を止めて解いてみてください。それではどうぞ。さあ、それではね、解説をやっていこうと思いますね。まず一番最初、丸一番からいきましょう。カッコ1からやっていきます。最初に何をすればいいのか、下線部をカッコ内の5に置き換えて全文を書きなさいと。つまり U を I に置き換えての全文を書いてくださいね、そういう風なお話ですね。はい、やっていきましょう。まず一番最初、 I に置き換える。そうすると変わる部分っていうのが一つあるよね。何が変わるね、これ B 動詞が変わるの分かるかな。そう、 U に対応する B 動詞と I に対応する B 動詞が違ったよね。 I に対応する B 動詞は Arm になるよね、そういう風なお話だよね。そして Are student っていうのはそのまま書いてあげてください。さあ、続いてカッコ2番です。カッコ2番では何をしていけばいいのか、このカッコ1の英文を否定文に変えて書いてくださいね、そういう風なお話です。否定文に書き換えるときはめちゃめちゃ簡単だったよね。そう、 B 動詞の後ろに not をつけるだけだから、それでやっていきましょう。 I も一緒で am も一緒、 B 動詞の後ろに not をつけてあげて、あとはそのまま一緒ですとね、こういう風にして書いてあげてください。さあ、続いてカッコ3番です。カッコ3番ね、直した否定文を和訳しなさいと、そういう風なお話なんだけど、ちょっとね、書くスペースないからね、テロップで示そうと思います。ガミさんお願いしますね。はい、じゃあこれ和訳するとどうなるのか、私は生徒ではありませんと、そういう風にしてね、和訳をしてあげてください。はい、じゃあ続いて丸2番いきましょう。 This is a plane とね、この plane ってこれどういう意味か分かりますか。でこれは飛行機っていう風な意味だったね。これ必ず押さえておきましょう。飛行機です。プレーンっていう風にして呼びます。さあ、それの This というものを最初 These に置き換えて書いていかなきゃいけない。 These って何だった。でこれ前回の、そう、少し応用編でやったと思うんだけれども、これらっていう風なね、あの複数形を示す意味だったねとね。この This っていうのがこれっていう意味、These っていうのがこれらっていう複数形の意味、そういう風にで違いがありましたと。じゃあ今回カッコ1番複数形に直すとどうなんのかなと。そうすると B 動詞っていうのがね、複数形の時はいつも Are っていう風にしてね、前回の授業でやったよねと、応用編でやりました。なので今回複数形だから B 動詞は Are になるんだと。そしてここね、A plane っていうのをそのまんま書いてあげた人いますかね。えこれ実はそのまんま書いてあげると×なんです。なぜかというと、この最初の例文ではこれは飛行機です、この一つのものを指し示して、この一つのものっていうのは飛行機ですよっていう風な意味なんだよね。これを複数形に直すとどうなるかっていうと、これらはあれら、これらはってさ、こう複数のものを指し示してるの分かる？ということはこの飛行機も複数形にしてあげないと、これ全然言葉が違ってくるの分かるかな、意味が違ってくるね、通らないんだよね、意味がね。そうだから複数形にしてあげるときはプレーンズという風にして S をつけなきゃいけないんだよと。これね、ちょっと引っ掛けなんです。すごいね、あの間違いやすいので気をつけてください。でね、このあっていうのは入れなくていいんですかと。これ入れなくてよかったんだよね。あってどういう意味だったね、これは一つのっていう風な意味だったんだよね。そうだから今回は複数形に変わったということは、あをつける代わりに複数形の S をつけてあげるんだよ、でそういう風にしてね、覚えてください。はい、できたかな。はい、続いてじゃあカッコ2番いきましょう。こいつをね、否定文に変えて全文書きなさいと。じゃあ否定文にしていきましょう。あの主語はそのまんま these だね。そして are もそのまんま一緒です。 B 動詞の後ろに not を書いてあげなきゃいけないので、ここは not にしてあげる。そして planes っていうのはそのまま書いてあげるから、こういう風にして書いてあげればいいねと。で答えは these are not planes っていう風にしてなります。 are not を省略して aren't という風にしてあげてもいいです。ただし these と are は省略できません。だからこれは必ずね、 are と not を省略して these aren't planes っていう風にしてやるなら OK ですね。だから必ず覚えておきましょう。さあ、それではね、カッコ2番和訳をね、パパッとやっていこうと思います。この these っていうのはこれらはっていう風な意味だったよね。そうだからこれらは飛行機ではありませんと、そういう風にしてね、訳してあげてください。さあ、続いて丸3番です。 You are from Australia。 これはね、あのこれをまず一番最初、カッコ1番、My mother に書き換えてね、全文を書いてくださいね、そういう風にして言ってます。ちょっと場所がおかしいんで場所変えようか。
はい、じゃあどうなるのかと、 You というものを My Mother に置き換えましょう。そうすると My Mother から始まるんだね。もちろん最初は大文字ですよ。あのカッコ、この丸2番と一緒ね、この最初は大文字にしてくださいね。そう、最初は大文字にして、じゃあ B 動詞は何が来るかというとね、私のお母さん、これが主語になっている。 Am の時は I、 そして Are の時は You、 もしくは複数形、それ以外は Is だったよねと。今回はそれ以外に当たるので、もちろん Is になります。これは覚えておきましょう。そしてね、 My mother is で、その後は From Australia っていう風にして書いてあげればいいね。はい、続いてじゃあカッコ2番いきましょう。カッコ2番に関してはこれを否定形にしてくださいね、そういう風なお話です。 My mother も is も一緒だね。はい、そして B 動詞が来たから、その後ろに必ず not をつけてあげる。そしてあと From Australia は一緒だね。はい、で今回は is と not を省略してね、 My mother isn't from Australia っていう風にして直してあげてください。はい、これね、あの和訳をしていきましょう。過去2番和訳をすると、私のお母さんというのはオーストラリア出身ではありません。そういう風にしてね、訳してあげるのが正解ですね。必ず確認しておきましょう。さあ今回の授業はこれで終了ですね。もしこの動画良かったらね、高評価、それからチャンネル登録よろしくお願いします。それからね、塾的にたくさん問題あると思う。その問題ね、分かんない問題があるんだよね、ここ分かんないとこあるんだよねってなった時、コメントくださいね。その分からないところをコメントしてくれたら、先生一つ一つね返していこうと思うから、どしどしコメントお待ちしております。さあ次回の授業は何をやっていくのか。私のお母さんっていうのはオーストラリア出身ですかってね、そういう風にして相手に聞くようなやり方というものを学んでいこうと思います。次回の授業も楽しみにしてくれると嬉しいなっていう風にして思います。さあそれでは終わりしましょう。 Gain Thinking and Creating Power 1よりモチベーション、無料でトップ5に行ける世界を作る授業だ。これって終了、バーン。